ニョキッと、おっと、こっちだ。今一回下から上に行って上から下に下から上に来て、え？どっちでもいいか。はい、せーの。ついてるねったらウイルス予防密閉密集密着避けろ。ついてる睡眠取れよ。あなたの心に火を灯す愛と光の伝道師ついてるともみんさんでございます。2日ぶりぐらいかな、この動画の配信ね。本当は毎日やりたいんですか。はい、まあサボってたわけじゃないですかまあいいんですよ。今日の桜、桜とアメジスト&ウーパールーパーさんです。動かないかね。動かないね。でね、そう、ほら貝のちっちゃいやつスネイルさんがいたんですけど、それがね見当たんなくなっちゃった。食べられちゃったのかな、わかんないけどね。どっかにいるのかもしれませんが、うん、また出てきたらそれは取りますけどね。でもほらこの水槽じゃない水草のほらここの部分ね、これつぼみなんですよね。なんかわかんないけどね、水草って花咲くの？ん？わかりませんがそんな塩梅でございますよ。うん、おうーちゃん、2代目うーちゃんこっち向いてるね。違う方向向いてたね。うん、正面じゃないね。うん、まあ3匹になりましたかね。まあまあそれはいいとして、そう今日ねやっと家の Wi-Fi が治りました。うん、日曜日にね、うちもともとここ山と山の間に家があるというか、山の中腹というか、うん、そういうとこに僕住んでるんで、アンテナがね、もともとこの辺住んでる人のアンテナってすごい高いんですよ。うん、高さがね、地で地になる前は。うん、でなんでこんなにこっちは高いのかなと思ったら、向かいの山があって電波が飛んでこなかったんだって。だから高くしなきゃいけないって、高くなってたらしいの。すごかったよ。皆さん家なんでこんな長いのみたいな感じの初めて見たあんな長いでアンテナみたいなさ、うん、飛来信かと思うぐらい長かった。そうだからね、越してきたっていうか、ここ縦売りだったんだけどね。そう、その時にじゃあっつってケーブル引いてしまおうっつってケーブルテレビにしたんだよね。そう、それから十何年経って地デジ？あ、地デジじゃなくて光ケーブルに変わるよっつってこの間広告来てて、そうなんで変えた方がいいですよっていう話で変えてもらったのよ。うん、でも変えてもらう前からなんかね、 Wi-Fi がさ繋がるんだけど、 Wi-Fi のマークになるんだけど、なんか固まっちゃうんだよ。電話が動かなくなっちゃったりとか、インターネットに接続できなかったりとか、うん、なんかテレビはテレビで IP アドレスがどうのこうのとか出ちゃうし、なんだと思ってね。で今日ね昼間時間があったんでね、うん、9時からだって言うからね、午前中一回電話したら、何ルーターの前じゃないとどうのこうのって話になって、で帰ってもう一回電話したらね、うん、でルーターの裏の配線を見てくださいっていうとこから始まり、そう、何のことはない、いらない配線がついていただけだったっていうねそう、それがなんかね、ルーターの詳しい方いらっしゃると思いますけど、IO データのやつで裏側にね4本ぐらいラグがついてて、でインターネットの線がついてて電源がついてるやつなんですけど、それの2番に入ってるのがルーターとテレビとかなんかその辺がつながってるやつらしくて、一番下がインターネットで、そこの、あ違うな、3番かで、2番と4番のところにね、4番から出て2番に行ってる、もしくは2番から出て4番に行ってるって線がつながってたの。そう、実はそれがいらなかったっていう、そこでループしちゃってたからこう飛んでかないっていうか、そこもうそこでぐる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 回っちゃう。そう、まるっきり負のスパイラルみたいな感じそうだからね、そうだからネガティブなことを考えるとぐるぐる回っちゃうでしょ。それと一緒、ずっとそこから抜け出さなくなっちゃうじゃない。うん、なのでそれを
ポジティブなスパイラルに変えたら調子いいなと思ってね、そこにつなげたみたいな割と、うん、ちょっと強引すぎるかなでも結局はそういうことなんだよね、ぐるぐる回っちゃってるわけだから、うん、マイナスのことを考えてうまくいかないだろうで恐れが出て結局失敗するみたいな感じになるじゃない。でもポジティブな方で考えていけば成功する、大丈夫って思えば成功するんですよっていう風な感じでぐるぐる思ってれば、うん、ちっちゃい成功していけば必ず大きな成功につながるわけじゃない。そう、塵も積もれば山となるでしょ。そう、じゃあ俺の小銭貯金も毎日やってた結果だからまだ2ヶ月しか経ってないけどもパンパンになったんだよね、小銭貯金、うん、またあの銀行持ってって両替してもらおうかなと思ってますから、うん、またいくらになったかはまたご連絡いたしますそんな感じでルーター復活じゃない、Wi-Fi 復活、まあルーター復活でもいいのか、 Wi-Fi 復活でこれで、うん、安心して YouTube も楽しめますということになりました。はい、皆さんそんな感じで今後ともよろしくお願いいたします。はい、この動画をご覧くださいました皆様に全ての良きことが雪崩のごとく起きます。ついてるともみんさんでございました。うん、また次の動画でお会いしましょう。あ、そう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 、のいちも着実に毎日進んでいるのでだいぶ増えてきました。はい、そんなんで近々のいちもジャムを作ろうと思います。じゃあねー、バイバイキン。そんな動画もあげますよ。ウィンウィン、ついてるね、ついてるついてる。